瞑想直後、タケフサ、アトレティコ移籍って選択肢はないのかう？タケってアトレティコって選択肢はないのかな？ラリーがないなら間違いなく戦力として計算できるアタッカーで、まだまだ若いし、悪くないと思えるんだけど。選択肢で草、なんで選ぶ側になってんだよう。アトレティコが必要としてないって考えはないのかなう？高くて買えないでしょう。フェリックスですら売却されそうなのに、クボトルトは到底お前ないけど、お前はどう思う？今いるのはデパウルとジョレンテで、控えにも若くていい選手いるし。わかりやすいステップアップだけど、アトレティコが60無も出すわけないからな。タケはややこしい契約がアダになるかも。60無はビッグクラブが主力として買う値段だから、かなり活躍しないと厳しい。クラブの格を除けば、クボに合いそうなサッカーしてるのはジローナだろうね。東京ヴェルディあたりに変えるって考えはないのかな。ソシエダから選べ状態だし。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。